名古屋山古墳は、愛知県名古屋市中区大須にある古墳。大須古墳群のうちの一つで五世紀中後半に、造営されたと考えられている。元は南面する、前方公園墳であったが、江戸時代に、前寺、清志院の公園が造営される際に、前方部は取り壊された。新樹院に取り込まれて、並越山と呼ばれたのが現在では、公園部とされる部分で、 直径22メートル、高さ3メートル。大須双子山古墳、肘神社古墳、富士浅間神社古墳とも至近距離にあり、合わせて大須古墳群を形成する。明治5年に清志樹は廃され、明治12年に愛知県下発の公園として開放された。明治43年に鶴舞公園が開園すると、並越公園は廃止されたが、 大正3年に規模を大幅に縮小して名古屋市設置の名古屋山公園となった。現在では参加タをビルなどに囲まれた状態となっている。発掘調査から現在残る噴球部はもともとあった円噴部に後になって盛り土などをして回収したものと考えられている。市環境事業局による公園設置の公衆と入れ改築に伴うもの。 道路に面したトイレ周辺の墳球の一部を掘削。標土に近い部分から、埴輪辺一点が採集。標土から約1.8メートルまで、戦後の格ンド、その下に、明治、大正期の陶磁器辺を確認。古墳時代の土葬は確認できず、首脳勢力地局による、公園整備に伴うもの。墳町から、北斜面にトレンチを掘削。 人力で60センチを掘るも中金性の森土と判明。さらにトレンチの北半分をバックホーで機械掘りするも約1.5メートルまで中金性の森土と判明する。2箇所を選定してさらに掘った結果2メートルまで中金性層が混在し、その下にハニワヘンなどの遺物を確認、古墳時代の土層と判断された。 有害屋敷探検壺末駅、真珠院の公園が造営される際に、並越さん南側から見つかったと伝わる。近くにある富士屋様神社に保存されている。発掘調査による遺物は、名古屋市博物館に収蔵されている。ありがとうございます。